エントランス、カンナ町恐竜センターは、群馬県田野郡カンナ町にある恐竜の専門博物館。施設は本館と活性化センターから構成される。本館は博物館にお土産売り場と食堂を併設した1階建ての建物。別館はモンゴルの G を模した3階建ての建築物。営業時間は9時から17時まで、月曜日が休館。 旧中里村の村を起こし、恐竜王国の中心施設として設立された。地元化石、モンゴル恐竜、お土産、お食事を掲げている。展示は9つのゾーンに分かれている。ゾーン1から5.9が本館、ゾーン6から8が別館。足跡に代表される生根化石や、地元で見つかった化石を例に、山中地高体の地学的な解説展示を行う。 世界各国の恐竜や翼竜、水生生物の化石展示も充実している。カンナ町で発掘された化石を展示するコーナーもあり、新たな化石が発見されることに展示物が更新されている。特に注力されているのがモンゴルの恐竜展示である。別館2階ゾーン7では、体長8.5メートルのタルボサウルス、全身復元骨格。 プロトケラトプスとベロキラプトルの格闘化石をはじめとする化石約20標本が展示されている。また本館ゾーン3で定時上映されるライブシアターは生体復元ロボットを用いた寸劇解説である。これらは山中流がモンゴルで発見されていたガリミムスに似ており、当時の中里村とモンゴルが陸続きであったというつながりから実現したもの。 本館と別館をつなぐ連絡通路の屋外敷地面にはティラノサウルス三上化石が展示されている。これは標本モア55右半身の全長12メートルの実物大レプリカで触ったり上に乗ることも許可されている。山中流がシンボルとなっており、実物大の復元標本が3体ある。内訳は最初期製のブロンズ像、1996年版。 生体復元模型2014年版生体復元模型である。食堂はドライブアイマの食事どころとしての利用も想定されている。お土産用のフィギュアは当館手製であり、製作の様子は別館2階にてガラス越しに見学することができる。化石発掘や化石レプリカ作成の体験講座を実施しており、展示物の一部は この化石発掘体験で見つかったものである。また、カンナ町で11月に開催される、恐竜王国秋祭りにおいても、特別イベントが行われる。当館のマスコットキャラクターは、サウルスくん、緑色の恐竜で、首には、恐竜の足跡柄のスカーフを巻いている。サウルスくんは2013年には、カンナ町のゆる、キャラとなり、2014年には、カンナ町観光大使となった。 また、剣のゆる、キャラ、群馬ちゃんのカンナ長は恐竜に起贈し、当館のグッズにも登場している。2001年11月5日には、皇太子が来館し、中里村長が説明を行った。センター内にはこの時の写真が掲示されている。2011年には、恐竜王国24周年記念企画展、恐竜展2011カンナに巨大恐竜が、 やってきたが開催された。日記構成で常設展示と異なる25種の恐竜を展示。芝谷市のレンコン恐竜以外では海洋生物や植物の化石が発見されている。群馬県立自然史博物館は同県富岡市にある博物館である。群馬県の自然史という特性上、神奈町から産出した化石も取り扱っており、展示物にも重複がある。 レプリカだけでなく、一部は実物を収蔵する。恐竜の時代コーナーや、中世代の群馬コーナーにて、神奈町から産出した恐竜その他古生物の化石や、これらの類縁種の恐竜を展示する。ありがとうございます。